じゃあ始めます。市川夏子と奈々、はい、二人は親子だねになります。ゆなさんは今8歳で、震災が起きた時は0歳だったけど、何か覚えてることってある？ない。さすがにないか。震災の時どうだったかって話はママしたことあった気がするけど、覚えてる？覚えてない。覚えてない。なんか大きい地震が住んでいた仙台であったんだなっていうのは、いつぐらいになんか知った？今はあったっての知ってるよね。3月11日に大きい地震があったんだって小学校でもやるもんね。なんか気づいたらもう知ってた？初日は小学校で行かないとかなかった。日にちじゃない時は、日にちじゃなくて、あったのは5歳ぐらいかな。なんか5歳ぐらいから知ってた？それぐらいからさ、荒浜とかさ、いろんなところ行ったりしたけどさ、津波があったところとか行ってどうだった？初めて行った時とか。なんか砂の中にこういう家みたいなものが埋まってて、ちょっと怖かった。でもその後も結構行ってるよね。行って楽しかった？ママが最初の頃は無理やりに近いけど連れてってたけど、楽しいと思った？どういうとこ楽しかった？また行ってもいいなって思ったんでしょ？どうしていいなと思ったの？またゴミ拾いとか、海で少し、海の中に入らないで、少しだけ遊べるかも。ゴミ拾いしてて楽しい？荒浜行くと毎回ゴミ拾いしてるけど。今は松本で暮らしてて、仙台からすごく離れちゃったけど、また荒浜とか行ってみたいと思ってた？ゴミ拾いが楽しいから？それだけ？それだけでそんなに行きたい？だって遊園地でもないしさ、別にすごく遊べる場所があるわけでもないけど。電話とかも楽しい。荒浜にある電話機、つながってない電話機が楽しい？お姉ちゃんたちと遊べるの楽しい？そうなんだね。震災のことさ、じゃあ5歳ぐらいから分かるようになったっていうけど、なんか知った時どう思った？その時にうちが大人だったら、こんな怖い目に、怖い思いをしなくてよかった。そうか。全然覚えてないもんね。それはよかったね。怖かったかもよくわかんないもんね。泣かなかったんだけどね、ゆうなさん全然。赤ちゃんだったけど。びっくりしてたけど、泣かなかったんだけどね。なんか聞いてみたいことある？逆にママに。パパは津波が起こった時にどこにいたの？サポセンにいたね。
今日は朝通ってきたでしょ、仙台市市民活動サポートセンター。ああ。うん。そこにいたの？そこにいたよ。うん。どこに避難したの？最初避難したのは、江東大公園に行って避難したの。サポセンの人たちもみんな一緒に。うん。それでも、それで大丈夫。うん、雪が降ってたんだけど、雪が降ってきたんだけど、多分市役所の人なんだと思うけど、テントをいっぱい立ててくれて、その中に入ったりしてた。で、サポセンの人がラジオを持ってきてくれてて、みんなでラジオを聞いて、よくわかん、状況がよくわからないから、みんなでラジオを聞いてた。食料はサポセンの人が来てくれる。うん。それは持ってないからみんなお家に帰ってったよ。夜、夕方にはみんなお家に帰った。お家にあるものを食べて。お金はあったの？お金はね、すごくいっぱいはないけど、そんなに困るほど、10円しかないとかそういうことはなかった。そもそもお店もやってなかったから、あんまりお金を使うことがなかった。こう、これくださいってお金を渡す場所がもうなかったからね、あんまり。大丈夫？何かこれからしてみたいこととか、ゆうなさんはありますか？まだ今8歳だけど、これからしてみたいこと。うん、働きたいの？なんで？うん、ママがしてたらうちもやりたかった。そうか。図書館のもの見れるとかところでピッてするのが面白かった。そうなんだね。また地震来たら嫌だなとか思うことある？うん、松本の方は、うん、ねえ、地震が落ちた時にさ、うん、習い側かな、うちの近くの川。池？諏訪湖？うん、諏訪湖も、うん、諏訪湖もなんか溢れ出たりした。あー、諏訪湖はね、山の向こう側だから溢れてもこっちには被害はないと思うけど、まあ、うん、まあ何が起こるかわからないからね。うん、学校でも避難訓練するでしょ？うん。うん。ね、他には何か大丈夫？聞いてね。大丈夫？ここまでにしてみようか。本
当に終わりますか？